トーシューズメディアを再生するトーシューズを履き、ポアント技法を用いて踊るバレエダンサートーシューズ、またはポアントとはバレエダンサーが用いる靴の一種である。トーシューズは先端が平らで足指を入れる部分と靴底が硬くなっているのが特徴である。これを履くことによって足指をまっすぐに伸ばしたつま先立ちの状態で踊ることが可能になる。なお、ポアントとはもともと フランス語で先端の意であり、トーシューズそのものとトーシューズを履いてつま先立ちをした状態の両方を指す。ポアント技法は他の舞踊ジャンルには見られないバレエ独特の技法の一つである。バレエダンサーが用いる靴には主にトーシューズとバレエシューズの2種類がある。初心者は男女共にバレエシューズを用いるが、女性はある程度上達するとトーシューズを履いて踊るようになる。 トーシューズは伝統的には女性ダンサーのみが使うものであり、男性は基本的にバレーシューズを用いる。トーシューズで立った足の X 線写真トーシューズとバレーシューズはいずれも布や革などでできているが、トーシューズは足指を入れる部分と靴底が硬くなっており、先端が平らなのが特徴である。トーシューズを履くと足指が硬い覆いで包まれるとともに、 頑丈な靴底によって足裏のアーチが支えられるため足指をまっすぐに伸ばした状態で足の先端に全体重をかけて立つことが可能になる。一方、バレーシューズは柔らかいためつま先立ちをしようとしても足指の付け根を折り曲げて立つことになる。トーシューズを履くためにはバレーシューズを履く時よりも一層強い足裏の筋力が必要となる。また、 ポアントで立つ際は足にかかる負担を軽減するため全身の筋肉を使って体全体を上に引き上げておかなければならない。そのため初心者がトウシューズを履きこなすことは難しく訓練によって必要な筋力を養ってから履くべきであるとされる。なお、プロの女性ダンサーでも普段のレッスンはバレーシューズを履いた状態で始め足裏の筋肉をほぐしたり 体を引き上げたりする訓練を十分に行ってから、トーシューズでのレッスンを行う。マリー・カマルゴ今日世界中で知られているバレエの基礎は、17世紀のフランスで築かれた。当初、バレエを踊るのは主に男性のみであったが、17世紀後半からは、女性もプロのダンサーとして舞台に立つようになった。当時のバレエダンサーは、ヒールのついた靴を履いていたが、18世紀前半に、 活躍したマリーカマルゴは、自らが得意とする細かい足さばきの技巧を目立たせるため、当時床まであったスカートの丈を、くるぶしまで短くするとともに、靴のヒールを極限まで低くしたと言われている。その後、舞踊技術の高度化とともに、衣装の簡素化が進んだ結果、18世紀末頃には、現在のバレーシューズに近いような、 靴底が平らでヒールのない靴が用いられるようになった。19世紀に入ると一部の女性ダンサーが瞬間的にまたはワイヤーで体をつることなどによってつま先立ちのポーズを披露するようになった。ポアント技法をいつ誰が創始したのかは定かではないが1810年代から20年代にかけて普及していったと考えられている。例えばシャルルディドロ振付による バレエ、フロールとゼフィールは、ワイヤーで吊るされたダンサーが空中を飛行するという演出を取り入れた作品であるが、本作が1815年にパリオペラ座で上演された際、フロール役の女性ダンサーがポワンとで立ったのではないかと推測されている。また、1821年に描かれたフロールとゼフィールのリトグラフでは、 フロール役のファニー・ビアスがポアントで立っている様が描かれている。ただし、この頃のポアント技法は一部のダンサーが得意とする珍しい曲芸の類に過ぎなかった。ポアント技法を単なる曲芸から芸術表現へと昇華させたのは振付へのフィリッポ・タリオーニとその娘でダンサーのマリー・タリオーニである。ポアント技法の可能性に着目したフィリッポは その技術を娘のマリーに厳しく教え込んだ。マリーは1827年からパリオペラ座の舞台に立つようになったが、その名声を格好たるものにしたのがフィリッポが振り付けたバレエ、ラシルフィードであった。マリーは本作で空気のセイシルフィードを演じたが、ポアンと技法を用いたその踊りは、まるで本当に銃を漂っているかのような印象を観客に与えたという。 当時のヨーロッパは異国や超自然的存在への同型を特徴とするロマン主義の影響下にあった。ラシルフィードは妖精という非人間的な存在をポアント技法によって表現し、ロマン主義的な主題を描き出すことに成功したのである。マリー・タリオニの踊りは女性ダンサーにとっての新たな規範となり、ポアント技法も女性ダンサーの必須技術として広まっていった。ただし、 当時のトウシューズは現在のバレーシューズに似た柔らかいものであった。ダンサーたちはシューズの先端を糸でかがって補強したり、つま先に綿や布を詰めたりといった工夫を凝らしていたと推測されるが、この頃はまだポアントで長時間静止することはできず、披露できる技の種類も限られていた。その後、バレエの技術的な発展とともに、トウシューズは、 安定感と強度の高い形状へと変化していった。具体的には、ポアントで立った時に床と接する平らな面が広がり、足指を包む部分も硬くなっていった。例えば、19世紀末にロシアで活躍したピエリーナ・レニャーニは、現代のトーシューズにかなり近い形状の靴を履いている。レニーニが用いていたトーシューズは、ロシア提出バレエがイタリアから輸入していたもので、 白い小ヤギの皮でできており、つま先にはコルクや木くずを固めたものが使われていた。このトーシューズは1930年代まで使用されていたことが確認されている。アンナ・パブロアラ20世紀初頭前後のダンサーも同様に頑丈なトーシューズを使用していたが、記録写真においては、つま先が実際よりも細く見えるような画像編集を施している例が多数見受けられる。 1950年頃には、トーシューズの強度は現在とほぼ変わらない程度になった。また、20世紀以降、バレエダンサーが演じる役柄が多様化したことに伴い、ポアント技法による表現の幅も広がっていった。妖精のような浮遊感だけではなく、例えば、ロメオとジュリエットのような作品では、ヒロインの生々しい感情を表現し、ウィリアム・フォーサイスの作品においては、 床の上に鋭く足先を突き刺す動作がスピード感や不安定感を表すなど現代ではポアント技法が作品ごとに様々な意味合いで用いられている。トウシューズが生まれた19世紀のヨーロッパにおいてつま先立ちは男性のジェンダーにふさわしくないものつまり男らしくないものとみなされたためポアント技法は女性だけの技術として広まった。 20世紀に作られたバレエの中には、男性がトーシューズを履いて演じる役柄もあるが、それらは主に喜劇的な効果を狙ったものである。例えば、フレデリック・アシュトン振付、夏の夜の夢のボトム役、ルドルフ・ヌレイフ振付、シンデレラのママハハ役、アレクセイ・ラドマンスキー振付、明るい小川のバレエダンサー役などは、男性がポワントで踊る珍しい役柄である。また、 1974年に設立されたトロカデロデモンテカルロバレエ団では男性ダンサーがチュチュュとトーシューズを身につけて女装し伝統的なバレエ作品のパロディをコミカルに演じるしかし近年ではコメディや女装といった枠を超えて男性がトーシューズを用いる事例も出てきている例えば2020年にカリフォルニアで設立されたバレエ団であるバレエ22では ジェンダーにとらわれずにトーシューズを履いて踊るという取り組みを行っている。また2019年にはロシアのシューズメーカーが男性専用に設計された初のトーシューズを発売している。トーシューズトーシューズは布、革、紙などの様々な素材を組み合わせて作られている。足指を入れる部分であるボックスは何、層にも重ねた布地や紙を接着剤で塗り固めることで作られており、 とても頑丈である。ボックスの先端の平らな面は、ポアントで立った時に、床と接する部分であり、プラットフォームと呼ばれる。シューズの中底の下には、シャンクと呼ばれる、硬く細長い板が入っている。シャンクの素材はメーカーによって異なるが、厚紙や布、革、エラストマーなどでできている。シューズの外底にあたるソールは革製である。シューズの表面は、 サテンなどの生地で覆われている。トーシューズを履くと、硬いボックスと、プラットフォームによって、足指が保護され、さらにシャンクが、足裏のアーチを支えてくれるため、足指をまっすぐに伸ばした状態で、足の先端に全体重をかけて立つことが可能になる。なお、トーシューズには左右の区別がなく、ダンサーによって、左右を決めて履くものもいれば、左右を交換しながら履くものもいる。 伝統的なトーシューズは職人が手作業で製造する。製法はメーカーによって異なるが、その一例を簡単に述べる。まず、シューズの甲側を作るため、表地になるサテンと裏地になるホルを裁断して縫い合わせる。次に、足の形をした靴型を用意し、底の部分にソールを置いて、秒で固定する。さらに、靴型に甲側をかぶせ、つま先の部分に接着剤で、 アザブや髪を何重にも貼り付ける。接着剤が乾いたら、ソールと甲側を縫い合わせて、シューズを裏返し、シューズの内側にシャンクトな加速を入れる。最後に、シューズ全体の形を整えて乾燥させ、品質検査を終えたら、完成である。このような伝統的な製造工程のうち、裁断や縫製などは自動化されていることもあるが、 多くの工程は現在でも手作業で行われている。ただし、大量生産のために製法を変えているメーカーもある。また、近年では、エラストマーなどの合成素材を使用した、トーシューズも作られている。トーシューズのメーカーは、世界各国にあり、例えば、ロシアのグリシコ、イギリスのフリード・オブ・ロンドン、フランスのレペット、アメリカのカッペジオ、オーストラリアのブロックなどがある。 日本のトーシューズメーカーとしては、ジャコット、アビニヨン、シルビア、手芸、ボンジュバレリーナが挙げられる。リボンとゴム紐を縫い付けたトーシューズ、トーシューズには様々な種類があり、製品によって、サイズ、幅、ボックスやシャンクの形状や、硬さなどが異なる。したがって、購入にあたってはフィッティングを行い、ダンサーの足に合ったものを選ぶ必要がある。 新品のトーシューズを履く前には、いくつかの準備が必要である。まず、足にシューズを固定するためのリボンとゴム紐を縫い付け、シャンクを手で軽く曲げて、柔らかくする。さらに、シューズを快適に履くために、ダンサーは、様々な加工を行う。加工の内容は人によって異なるが、例えば、シューズを踏んだり叩いたりして、柔らかくする足裏にフィットするように、 シャンクの一部を切り取る、シューズを長持ちさせるために、ニスや瞬間接着剤を流し込む、プラットフォームの周りを糸でかがる、滑りを防止するためソールに傷をつける、などの加工方法がある。トーシューズの色は作品によって変わることもあるが、一般的な既製品のシューズは淡いピンク色である。そのため黒人のダンサーは、自分の素肌の色に合ったトシューズを購入することができず、 市販のシューズに自分でファンデーションなどを塗って染め直す必要があった。この作業は長年黒人ダンサーの負担となっていたが、2017年にアメリカのシューズメーカーであるゲーナー民伝がブラウン系のトーシューズを発売し、翌2018年にはイギリスのフリード・オブ・ロンドンもそれに続いた。その後、他の大手シューズメーカーも多様な肌の色に対応した。 トーシューズを発売することを次々に表明した。トーパッドトーシューズを着用する際、ダンサーによっては、トーパッドと呼ばれる専用のクッションを使うことがある。トーパッドは布やジェルラバー、シリコンなどでできており、つま先に装着することで床から受ける衝撃を和らげることができる。市販のトーパッドの代わりに、ペーパータオルや古いタイツ、 ストッキングなどをシューズに詰めて使うダンサーもいる。また、低成果のロシアでは、シューズに薄切りの牛肉を詰めていたダンサーもいたと言われている。履き古された、トーシューズ、トーシューズは、使用しているうちにだんだん足になじむようになるが、しばらくすると、ボックスやシャンクが柔らかくなって型崩れし、足を支えられなくなってしまう。シューズが、このような状態になることを、潰れるという。潰れた トーシューズは使えないため、新しいものに買い換える必要がある。トーシューズが潰れるまでの期間には、個人差があるが、ダンサーによっては一回の舞台で履きつぶしてしまうことも、ある。メディアを再生するポワントで、品種の白鳥を踊る3人のダンサーの動画。12秒目から13秒目の動きがピケ、40秒目の動きがルルベ。ポワントに立つための方法には、ピケ、ルルベ。 ソテの三種類がある。ピケは片足を伸ばして直接ポアントに立つ方法である。ルルベは床に足裏をつけた状態から足指で床を押してかかとを持ち上げルミッポアントを通過してポアントに移行する方法である。ソテはジャンプをしてポアントに立つ方法だがピケやルルベに比べると一般的ではない。ポアントで安定して立つためは 足の甲を完全に伸ばし、プラットフォームをすべて床につけ、つま先と床が直角になるようにする。また、この時、足先のわずかな面積に全体順がかかるので、足への負荷を軽減できる、よう、体全体をまっすぐに髪型へと引き上げなければならない。バレーシューズを履き、ドゥミポアントで、片足立ちの練習をする、子供たちポアントで踊れるようになるためには、 一定量以上のバレエの訓練を積み、体のバランスを保つための技術を身につける必要がある。具体的には、ルミッポワントでよろけずに片足立ちができることや、壁につかまらずに正しい姿勢で、グランプリエができることなどが、トーシューズを履くための前提条件となりうる。また、トーシューズを履くためには、ある程度の年齢に達していることも必要である。人間の骨は、子供のうちは、 軟骨が多く、成長に従って徐々に硬い骨へと完成していく。一般的に、骨は10歳から12歳頃に固まり始めると言われているが、柔らかい状態の骨に、外から強い力を加えると変形する、可能性があるため、低年齢で、トーシューズを履くことは、足の成長に悪影響を与える恐れがある。トーシューズを履いて良いとされる年齢には、諸説あるが、 一般的には10歳以下で履くのは早すぎると考えられている。例えば、青少年を対象としたバレエコンクールであるユースアメリカグランプリでは10歳以下でのトーシューズ着用を禁止し、11歳での着用も極力避けるべきであると規定している。他方、ロシアのワガノワバレエ学校では入学試験の段階であらかじめ身体的条件に恵まれた女子を 選別していることもあり、生徒は10歳から11歳頃にトーシューズを履き始める。このように、トーシューズを履いて良い時期は、生徒一人、数との身体的条件や訓練内容などによっても異なるため、指導者が様々な条件を考慮して判断する必要がある。ポアントで踊ることは、足や足首に大きな負担をかけるため、 ダンサーは、怪我や疾患を抱えるリスクがある。最も起こりやすい疾患は、シューズと足がすれることなどでできる豆、タコ、ウオノメである。軽度の豆やウオノメは自分で処置することができるが、感染の恐れがある血豆や、症状の進んだウオノメは医療機関で治療することが望ましい。その他のよくある怪我や疾患としては、巻き爪などが原因で起こる爪回りの炎症。 爪の下に血が溜まる爪下血腫、外反母趾、念座などが挙げられ、いずれも医療機関で適切な処置を受けることが必要である。ありがとうございます。